号だ。残念でしたね。あ、これいつもの草薙のパターンなんで、まあ、それだけ分かってください。特に大したことではないので、はい、それだけ。多分びっくりされた方いらっしゃると思いますけど、これ普通なんで、すみません。うちの草薙が申し訳ない。すみません。最高のタイミングだった。これ完全に。いや、なんか凍りそうな気がしたんだよ。普通のリアクションだと思ってください。これくらい控えめです。いやー、いい音取ったな。いい音取ったな。なんか凍りそうな感じがしたんだよ、ここで。溶ける、溶ける、溶ける。溶ける。ゲイエッ！年次に溶けるんで、一旦。その場で溶けましたよ、氷は。溶ける。溶ける。凍ったら溶けましたからね。凍ったそう、いい迷惑ですよ。凍ったら喜んだ、溶けた。そうです、最高じゃん。何かがコロシアムの以上にいい試合しますね。コロシアムの電磁風将来サブローカスの電磁風将って言われた。メタクロスが電磁風将サブローさんの勝ちです。はい、というわけでですね、ベスト4ではサブローさんが駒を進めます。というわけでですね、今モルフさんとサブローさんと遠藤さんが揃いましたので、あとのダブルは草薙機能 VS リョウさんのダブルのみとなります。たださっきのリアクションを見る限り草薙機能の戦いはまだ続いているようなのでまあ、しばしお待ちください。まあ、補足しますと、さっきのリアクションはですね、基本的にクソいことが起こった場合にのみ使用されるので、まあ、まあ、急所と氷としびれと、まあ、一撃、まあ、一撃もないかなと思いますけど、まあ、多分今のは凍ったかしびれたかっていうところだから、のリアクションだと思います。マギだともうちょっと、まあ、1回は落ち着くんですけど、もうちょっと別があるんですよ。2回ぐらい。わかるわかる。で、まあ、一般の球場が来ると、やり直されって言い始める。たぶんここではないと思う。言いたいですよね。言いたいです。負ける。ここから負けそう。そうですね。今パッと見たところ。もう一回凍らせたらいいんじゃない。いや、死ぬ、負けそうだ。僕。タッチさんは負けそうと言っております。まあ、やれるかどうかは本人次第。これ負けるな。うわまあ、自分が嫌いな命中 80% の技を乱射しております。あ、入った。俺今日電車の中で、僕は命中率 80% の技が嫌いなんだって言ってた。今日
でもつけるしかなくねっていう話をして、あ、じゃあつけるかってなって、なんかニコニコしながらこうしてますね。そうですよ、次こっちの方が早いからショートビームで勝てんだ。今体調よかった、体調よかった。お前にするとです。いや、こっちの方が早い。来たー、あー、髪が微笑んだ。勝負勝負、怪しい光、怪しい光。おっと、怪しい光という言葉が聞こえました。さて、ここからスーパーフュージョンタイム、コンフュージョンタイム始まりました。俺の愛を舐めるな、動くな、くらえ。髪が動いた、髪が微笑んだ。さすが、ひまわり勝ったぞ。こうた時は終わったと思ったけど、勝って興奮しております。きついな、諦めていけない。見事にひまわりが残って勝ってます。愛が違うね、愛がすごいね。いや、いい勝負でした。とても素晴らしかったです。いや、ちょっと残念だって。